感覚能力がアップしたからなのか。感じる。あそこにいるのがボスだ。ダメージディーラーは何してるんですか。ランクも低いな。おそらく E 級が8人くらいと D 級が1人。その D 級はタンクだから、とどめを刺すこともできずに長期化してる。さっきまで戦ってたボスより下だ。勝てる。岩を突き破る強力な一撃を食らえ。上級ハンターなのか。